ところでお前なんで俺のパワースリー使ってんだ。あったあったあったからって。いやあるけどさ、いやちゃんとお金使わすって言ったじゃない。そうだっけ。勝手に借りないから。嘘、勝手に借りないってこいつ。いや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 、やば。いや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 、なんでファーストミット同士でキャッチボールしなきゃいけないんだよ。いいじゃないですか、ポジションめっちゃ取るんだよ。いやいやいや、やばい。じゃあダメやな、ファースト見た今、抱え込んでるよ。いや、何今の、何こうやって飛んどいて絵なってるし。そうだ、いい機会なんで、このファーストミット、今僕がこのオープンワールドさんのこれメインで使ってるんですよ。これとあのウィルソンのファーストミット取り比べをしてみたいと思います。比較ね。ちょっと来いよ、しごしごしご。なんかいい機会、いい機会だし、いいじゃないですか。はい、というわけで、はい、いい機会なんで、はい、これさ、オープンワールドさんのこれメインで使ってるじゃん俺、うん、でさ、タイプ違うんだよ多分このウィルソンの。そうっすね。これあの日高ボーイズさんで取材行った時になんか取り比べがなんかしたんですよね、うん、あの少年たちとキャッチボールしてる時、はいはい、そうですけど、まあ、あの時公式だったじゃないですか、うん、か軟式でさキャッチボールしてさ、多分タイプが違うと思うんですよ。そうっすね。両方とも一応公式用ではあるんですけど、結構薄めで軽め、うん、これ結構厚めだけど軽くてもっちりもっちりしてる、うん、すごいいいグローブなんですよ。ちょっと比較してみようかなっていう感じで、うん、いいっすか。全然形はどうだろう。こっちはガッツリ深く、これも深いでしょ。うん、まあどういう取り方してるか。ああ、はい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 。まあ似てはいるかな。似てはいると思う。使ってる本に一緒なんで。まあそうですね。ファーストミットと勝つなんかね。そうだよ、そんなないし。そうっすね。でも正直今ね、 YGS のファースト使いたいなと思って、バスケット用具の、そう、あれ使ってみたいなってすげえ思ってる。はいはいはい。あれはモンタナにあって、うわーこれでいいなーとは思ってた。高いよ。高いと思う。無理かもしれない。はい、じゃあちょっとキャッチボールしてって、はい、あの取り比べをしていきます。はい。はい、それでは行きましょう。まあこれいつも通りだな。今まで数々の野手の商売やら、なんかすげえ中途半端な送球やらを何事もなかったかのように。何事もなかったかのように落としてきません。取ってきました、取ってきましたよ。でこれからラジオなんで大丈夫かな俺。バッティングしてる、いいな。見ろよこれ。見たかよ。見ました。これ変えよう。これもこれでいいけど、ちょっともうちょっとこの親指を効かしたい。今こういう感じだ。俺これこうがいいんですよ。基本的にこういう感じがいい。こうはあんま、この前軟式用あの内野用グローブもあんま。どう？こっちの方が外野手に近いか。外野手用のグローブらしいです、あれ。清宮か。みたいな感じ、本当に、なんか、ザ・縦。なるほど。ただ、全てにおいて全部新人や、俺から。あ、まあまあまあ。いいっしょ、これ、多分。ちょっとこっちの方がちっちゃいかな。あ、こっちの方がでかく感じる。大きいよね。なんかアメリカンチックのファーストミット。確かに。オープンワールドとか。土手狭いっすよ。そうだね。いやでもなんだかんだこういうグローブに憧れてたけど、やっぱオープンワールドの方がいいな。やっぱ憧れとさ、実際に使えるかどうか違うじゃないですか。自分に合うか合わないかって違うと思うんですけど、個人的にこたんもいいし、シンプルだしいいなと思ったんですけど、取ってみてやっぱりあっちの方が俺は好きだな。好きやわ。うん、シュート。かけた。怖っ。
マジで怖いよ、ファースト。怖っ。おー、いい。これね、でかいけど重くない。ハンドリングいい。持ってる持ってる。どうしようどうしよう。変なところで撮った。いつもと感覚が全然違うやっぱ。もっと落ちてるでしょ。うん。柔らかい。何だ。グローブが柔らかいっていうよりかは皮が柔らかい。うん、はまる。ファーストヒットってこんな感じなんだ。マジであれ中途半端すぎない？伸ばす伸ばす。しかも距離近い。いや、わかんない。セカンドからの送球かもしれないじゃん。もう鬼セカンドだよ、そんなの。でもファーストって大変だね、本当に。ただ取るだけっすよって言われるけど。よいしょ。離れる。あー、やばい。これをグローブ前で取んなきゃいけない。もしくは、別に本来で来るから、ボールは。何でもかんでも前にする必要はない。ファーストは無理だ俺。そうしなくてもそのまま置いとくだけでも。はいはいはい。ボール2だ。顔怖え。これが一番難しくないんだよ。これだ、両方、あの、ヒロトの投球みたいな。バンバンするのしないのぐらいのね。そう。で、あいつシュートするからね。そう。もういいよ。やりたくない。内野手だったらこんなにファーストに迷惑かけるのかぐらいで思ってる。本当だよ。よかった。これも使いやすいな。あれ、むずくない？むずい。むずそう。あ、全然違うわ、これ型。全然違うでしょ。お、そっちの方が好きかもしんない。まあ、片付けの問題だからね。まあ。ほら。はい、というわけでやってきました。はい。やっぱ型違うでしょ。全然違う。ファーストミットだけど、やっぱこっちの方がなんだかんだね、僕はもうしっくりきてます。使ってるからだと思う。そうね、自分の型になってる。うん、こっちは自分の型にしていけばいいだけの話だもん。そうだ、これからね。そうっすね。しかも公式だしね、学生でもすごい使えるようなキャラだし。はいはいはい、はい、いいと思いますんで。めっちゃいい。頼む、モスで買いました。いいのあるんでね、モスさんにもね、はい、言ってみてください。はい。結果、まあ、僕はこっち好みやっぱ使ってるんで、うん、けど、まあファーストミットでもこうなんか別のね感じ方もあるし、うん、いろいろあるので、まあ大きさもね、うん、違う。これはいい動画じゃないですか。うん、はい、というわけで終わります。はい、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。